こんな昨日のお米のお菓子か作るよ。おやつ作ってくれるってお米で。おやつってかご飯。米。お米のあれ焼いたやつ。昨日お姉ちゃん作ってって言ってたやつ。タッチ。解凍します。お米。お米。お米焼くやつ作るよ。お米。ほら。キックカメラ回ってるよ。お花きれいにする。キッキーです。キッキーです。みなさんこんにちは。キッキーです。キッキーです。やろうにできない。キッキーです。キッキーです。ご飯を作ります。ねねに作ってるよ、ねねって。ねね作ってるよって。できねんだやるよって。できた？できた。すっげえあっち。ダメすぎ。あっち。あっち。超あっち。これを潰してくよ。なんだろうね。昨日作ったやつだよ。あ、すごい熱い。とりあえず買っても熱い。熱い熱い。熱いから熱いって言ってるよ。熱くもねえのに熱いって言うやついんの。とりあえず買っても熱いのって。熱いから熱いって言ってるでしょ。これを？これをまだ2個目です。これをって次行かせようとするの早くない？潰してからこれをってこれを潰して潰したやつを焼く、それで終わり。とりあえずそれで終わりだから、これをって煽らないで。次の工程に行くかなと思って。あ、次の工程は焼いて終わり。焼いて終わりだから。焼いて終わりなのにこれをとか言われてもやべ。え、事故った。事故。なんの、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 なんの。お米で、お米。子供が。そう、え、お菓子なのっつって。お米なのにお菓子なのって言って食べるから。ねねがそうだったから。昨日の。そうだね。普段お米全然食べないからね。そう、ねね。ねねは味っていうより食感派だから。まあね。カリッてしりゃ何でも美味しい。あとグミ。グミね。グミ中毒で、ね、色物。そしたらこれを焼いていきます。はい。油はいりません。まんま。油はいりません。まんま。ほんとそうだって。なんで繰り返す。いや、だからそうだって。何火とかあんの。一応なんかレシピ的には弱火、中火、強火。あ、弱火、中火、強火、うん、知らねえ、感覚。基本感覚。その感覚を教えてよ。その感覚、この感覚よ、これこうできる火、これこれ、見て。あ、見た方が早い。中ぐらいかな。残念、中より下でした。おまけ、大雑把なのにこまけ。中より気持ち下だった。できた？はぁ。今入れたばっかだよ。これは？チャーハン。全然つまらない。なんならクソつまらない。もうちょい固くって言ってた。難しいところだ。カリカリがもっと欲しいね。そう、カリカリがもっと欲しい。さあ、2個目焼きます。はーい。切れるかな。あっちゃ。おお。ほら、キキハローって。ハロー。こっちですよ。はーい、スレームやってます。
おウェベロこれいつできるようになったの？このくるんって回すやつ。気づいたら。え？気づいた時にはできてた。マジ？こうやって。何それ？こうやってできた。どういうこと？こうやってこうやって。初めてやったのがこうだったから。やばいんですけど。やばくはない。だから人それぞれの個性。そうだけど。食べる量が増えるっていいことだよね。これお米だよ。そう、お米。大丈夫だよ、キキパパ、フーフーしてくれ。これ冷たいよ、ほら。いらない？できました。完成。完成って、じゃじゃーんって聞いてこい。じゃじゃーんって。じゃじゃーん。じゃじゃーん。イエーイって。さあ、できました。米菓子です。ねねが好きな米菓子です。ねねまた見てね、バイバーイ。やったー。